先プリベート皆さん、どうもこんにちは、アシアです。私はこんなずっと座ってて喋ってるだけの動画はもう飽きられてるかもしれない。もうちょっと外でどこか出かけてなんか面白いもの撮ってきてよとか、リザと一緒に動画撮りなさいとか、なんか どっかに行ってみてくださいとかって、まあコメントあるけどごめんなさい、行きません。ただ喋るの動画なんですけどごめんなさい、失礼します。天気良くなったら必ず行きます。今日は日本で私は自分の目で目撃した変だなと思ったこと、そしてロシアで絶対見られないことを紹介します。まずは前も動画で話しましたけど、ベビーカーみたいなものに乗っている犬とかね、よく見かけるんだけど、あとでもそれ以外ももっとすごいのは、大量の猫がベビーカーに乗ってるのは見たことありますか？なんか原宿とかでよく現れるらしいんだけど、それはでも一人二人じゃなくて何人もいる、すごいふわふわな猫ちゃんを何匹ぐらい、10匹近く大きなカーに乗せてそれをと散歩しててね、みんなすごい写真撮ったりして、これはすごいな、これは確かになかなか、ロシアは猫好きだけど、こんなたくさんの猫たちをベビーカーに乗せて、その子たちがだって寝ててもう全く動揺しない、普通になんか寝てるのかただぼっとしてるのかどうでもいいみたいな。ロシアの猫たちだったらもうすぐ暴れてどっか逃げちゃう二つ目は、日本で女性が重い荷物を持っていること。ロシアでね、女性に重い荷物絶対に持たせないっていう、なんか当たり前のようなあれなんだけど、日本で本当になんか配送業者、引っ越し業者とかでも女性が男性と同じように荷物を運んでる女性見たことあって、宅配だとかね、女性が荷物を届ける、いやーそれ大変でしょうと思って、でやっぱり女性ってなんかそのあんまり重い荷物をずっと運ぶとなんかやっぱり体に悪い、子供を産めなくなるリスクがあるらしいので、ロシアでそういうのは、まあ、結構女性に絶対重い荷物持たせないっていうのは当たり前なんだけど、日本でそれがなんか別に女性だからって特に何もなくて、まあすごい大変だなと思うよ。それは私も昔バイト先でなんか箱を品出ししないといけなくて、箱、自分が必要な箱が奥にあって、そこまでたどり着くのに他の箱を何個かどかさないといけなくて、でそれがまあ、重くないやつどかしたけど、重くて本当にもう持てない、無理してまで持ちたくないような箱でどうしようと思って、それで男性の人を呼んでこれをやってもらったけど、でロシアだったらそういうことはない、まあもちろんここは日本なんだけど、やっぱり女性はあまり重いものを持つの良くないことだから、ちょっと手伝ってくださいってね、そこで多分日本人の女の子だったらそういうこと言わず、もしかしたら自分で無理して重いもの持とうとするともう大変、日本の男性の皆さん、女性が重い荷物持ってるのを見かけたら必ず手伝ってあげてください。多分なかなか日本人だと言いづらいけど、きっと女の子は重いものを持つのね、体力とか足りなくて辛いよ、まあ、決して日本が悪いとか言ってないけど、そこはちょっと日本人の女性が正直大変だなって思っていませんか？次はやっぱり私はよくどこだろう、渋谷109、まあ最近そんなに行ってないけど、行った時とか、あとまあ新宿のルミネとか行った時に、すっごい女装してる男性っていますよね、時々見かけますよね。その男性が普通の女性もののお洋服の店に来てそこで買い物するみたいな、明らかに男性ですよ。時々男性かどうか本当にわからないような女装の人とかもいるし、すごいレベルが高い人とか、実際知り合いにも一人いるんですけど、絶対男性だって知らなかったらわからないぐらい、でも明らかに男性の人で、そういうところに買い物に来る、でそれを見かけるとあれと思って、
なんでこんな人いるみたいな、変だなって思うよね。それは、まあ、周りも変だと思うと思うんだけど、多分ロシアでそういうのは本当に、うん、すぐ叩かれるというか、ちょっとね、そういう人たちはロシアで絶対、うん、ないと思う。でも日本はあるんだねと思って、なんか普通に、そう、女装とかね、テレビ番組だったり、なんだろう、劇とかなんかドラマかわかんない、いろいろバンドのなんかミュージシャンとかはあると思うけど、普通にそれでお店で買い物するのはどうかなって思って、まあまあまあ面白いそして次は電車で目撃したこと。まあ電車でね、乗ってると変なことを見かけたりするんだけど、まあ、まずロシアで絶対ありえないのが、女性が電車でメイクをする。でもそれは日本でよくあることだし、もうなんか日常的な風景だから全然見ても驚きも何もしないんだけど、それをはるかに上回る変なことを見かけましたよ。それはある日、私電車に乗ってて、で変な音するなと思って、何だろうと思って、誰かの携帯なのか何なのか、いや何なんだろうと思って周り見てたら、そこにいたよ、電車でヒゲを剃る男性。びっくりするでしょう。それは、うん、一度しか見たことない、本当に。まあ二度とはちょっと見るのもあれだけど、なんで電車でヒゲ剃るの？それはもしかしたら女性が遅れてね、電車でメイクするんだけど、男性もね、遅れてそこでね、お顔を整えるために、もう家で時間ないから電車でヒゲ剃ってるかもしれないんだけど、ちょっと違うところでやってほしいね。それはロシアで見たことない。まあでもいい、ありえそうだけど、まあさすがに、うん、周りから怒られるし、あとでも自分の車の中でロシアでも多分やってる人はいる、うん、自分の車でひげを剃る人あと電車で、まあ変だと思ったのが、電車の扉ってこう閉まるのは割とゆっくりで、音も鳴るし、何かが、人が挟まれるとか、何か挟まれるとすぐ開くよね。それを悪用して、女の子がもう乗り遅れそうで間に合わなそうで、こうやって手を出すの、電車に。それで手をドアに挟まれるんだよ。ありえないでしょそんなこと。絶対痛いよね、手が。で手が挟まれて、それでドアが開いてそこ入るんだよ。絶対そんなことやめてほしい。ありえないよね。みんなに迷惑だし、危ないし、なんでそんなことする。本当に無理、ありえない。その人どんな事情かわからないけど、まあさすがにそんなことするのもおかしいよねって、はい、思います。ロシアだったらそんなことしたらドアが開かない可能性も十分あるから。あと日本人の子供に関することなんだけど、日本でねよく見かけたことあるのは、お子さんを連れの、親が、なんだろう、寒い時とかちゃんと親の方が服を着てるのに、子供がなんか帽子をかぶってないとか、靴をかぶってない、履いてないとか、薄手の格好をしてるとか時々見かけるんだけど、それってなんでだろうね。逆にロシアはすごい小さい子供をなるべくいっぱい服着せて、絶対風邪ひかないようにとか、なんか寒くならないようにすごい服を着させるんだけど、日本はなんか小学生とかでもすごい短いショートパンツとか、冬でもね、それまあみんな外国の人多分変だと思うけど、なんでだろうね。子供を小さい時から寒いものに慣れさせるのか、何なんだろう。まあ自分もね、あの親じゃないから、さすがに私はそんなことを絶対わからないんだけれども、なんでだろうね。それってまあどっちの方がいいのかも、もちろん私全く、うん、関係ないからわからないんだけども、そこは結構違って、日本人の子供たちって寒くないかなってね、やっぱり思っちゃうんだよね。それを日本に観光に来たロシア人からも聞いたことあります。なんで子供たちがこんな薄手の格好なのって、やっぱりそれを気遣うロシア人がいっぱいいるから。例えば親も軽い格好で、子供も軽い格好なら、まあ、そういう一家かと思うよね。例えば体温が高めのなんかそういう人たちとか、なんか寒さを感じない人たちなのかわからないんだけど、親が明らかに
子供より温かい格好してるのに、なんか子供かわいそうじゃないってちょっとだけ、はい、思っちゃいます。まあそれになんか知ら理由があって、私ただわからないかもしれないけど、ただ見るだけだとあれって思いますね。はい、まあそんなところぐらいかな。そんなところ多分日本で長く住まないと気づかないこともあるんだけど、住めば住むほど、あ、ここ確かに違うよねって思うこともあるし、なんか日本を悪く言うとかじゃなくて、本当になんかただ自分が気づいたことを言うだけなので、まあ皆さん面白く見てくれれば嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。シャンプカー。